皆さんこんにちは。これよりコミックスラブホール303号室みんないお前にインしたいの PR を始めさせていただきます。この作品はとあるラブホテルに入ったことがきっかけで動き出す恋を描くラブホールシリーズの1タイトルです。今回描かれるのは俺野波薫と俺千歳総平の恋模様です。俺たちは同じ会社の社員で付き合いたてのいわゆるラブラブカップル。だがラブホでの初エッチが失敗に終わってしまう。それにより二人がどう変化していくのかってのが見どころだな。自分たちで言うのは恥ずかしいけどそうかな。そういえばこうして俺たちの声を届けるのは初めてじゃないんだよね。ああ、ラブホール303号室みんなお前にインしたいはオリジナル BL CD が絶賛発売中。この動画と同じく千歳総平役は小野裕樹さん、野波薫役は中澤雅智さんです。またこの BL CD シリーズはラブホール101号室てっぺん越えちゃって、ラブホール202号室うっかりナイトフィーバーの2タイトルも好評発売中です。どのタイトルもコミカライズされているのでお好きな形で楽しめます。これはコミックスの俺と CD の俺どっちが好きだ？え？どっちがって、どっちも総平さんだろ。つまりどっちもどっちっていうか、つまりどっちも好き。おお、そうか。なんでそんな反応？そっちが振ったんだよね。いや、予想以上にお前が可愛くてこっちも照れた。何それ、ずるい。303号室ではこんな可愛い香りをコミックスでは目で、 CD では声で堪能できます。それ言ったらコミックスでは鋭い総平さんの眼光に打ち抜かれるし、 CD では総平さんのイケボに耳がやられます。表現がおっかねえよ。というわけでこのシリーズはコミカライズだけでも CD だけでも両方でもお楽しみいただける内容となっております。いろんな形で俺たちを見守っていただけたら嬉しいです。コミックスラブホール303号室みんないお前にインしたい、太陽図書様より発売。ぜひシリーズで楽しんでください。